はい、です、えー。ファミリーキャンプにもね、まあ、ソロキャンどころかファミリーキャンプにも全然行けないのでというよりも、ね、コロナの影響かコロナが今、まあ、収束気味だっていうね、キャンプ場を再開しているんですけど、まあ昨今のキャンプブームで全然予約取れなくて、まあ、しょうがないんで、まあ、ち,ょっとちょっと気分でもということで裏,に裏庭のチブニでランチを作ることにしました。あ今日のテーーーーーマはハハンンババガガでです。ここれでハンバーガーを作っていこうと。 でまあ、例によって扇風機ガンガンで火を起こしてで、まあ、ピザ焼くわけじゃないんですけど、まあ、ピザストーンを入れておくとねあの周りから炭が、ね、転がってこないんで、えー、炭よさえの意味もあって、まあ、ピザストーンを使いましたであそうそうこのスキレットはね蓋が,蓋が引っかかって入らないんで熱々熱々って。 <laughs> で、えー、これはねあのー、付け合わせのね、えー、野菜野菜というか芋というかね本当はだからハンバーガーなんでフライドポテトがいいんですけどこれでフライドポテトはちょっと無理なんで、えー、人参とじゃがいもを切ってあそこに放り込んでおくと <laughs> お勝手になんていうかなむさ蒸,し蒸し焼きみたいな感じになって、えー、付け合わせにちょうどいいということで。えー だからフライ、まあ、スキレット温めておいて、あとはね、あそこの煙突の部分に置いとくとね、ずっと温かいんで、では、まずパン。パンは1次発酵はあ、ホームベーカリーでやって、2次発酵はその辺に放り出しておいて、<laughs> 1時間半ぐらいかな、常温を放り出しておいて、なんですけど、これね、バカですよね。あの、<laughs> 大惨事になってるんですけど、あの、なんで、えー、クッキングシート。 くえー、鉄板にクッキングシートをい敷いたんですけどはみ出したクッキングシートが、ねまあ、燃えるに決まってますよね盛大に燃えて、えー、結果このありさまですよ <laughs> であとね鉄板奥に突っ込みすぎて鉄板そのものがね炭に接触したんでしょうねだからああまりにもちょっとのの部分の 今度上がりすぎてちょっとね、炭、えー、に, <laughs> になってしまいました。途中でね、1回、あの何、ー、ていうか、180度、鉄板はぐるっと回してます。で、これ、この鉄板はあのー、名古屋飯名古屋飯というか、鉄板ナポリタンとかね、あのー、に使う鉄板です。はいで,えー、で、パンがパン、ね、冷えないとき冷,冷,冷たくならないと切れないんで、熱いとね、切りにくいんで、ちょっと時間が空くんですよね。この空いた時間で えー、うちの下の子があなんだっけマ,マカロンマカロンを作ろうとして初めてだったんでねこれもね <laughs> これを何事も経験ですよだから今回のこれはねうまくいったとは言えないんでリベンジしますあこれ肉,肉はね簡単なんですよでこれ2個いっぺんにねやろうかなと思ったんですまあ、時間的に余裕があるっていうんで、まあ、1個ずつ焼いてますでうち4人家族なんでこれハンバーガー4つ作るんで 4つねこれで焼くんですけどこれはねまあハンバーガーはハンバーガーでハンバーグねまあ自家製ハンバーグというかまあひき肉こねてね焼くだけなんでまあキャンプ場なんかでもあのいいと思いますよハンバーグハンバーガー <laughs> でえーでこれあ,あそうチムきにね、あのー なんていうんですか全然ね冷たくならないんですよだから使い終わった後片付けるのにすごい時間かかるんでもうとにかくねあの使い終わったらすぐ炭を出しちゃって冷やしておいた方がいいですでね1回安定するとね2時間ぐらいは使えるんですよで今回もねもうちょっと早もうちょっと安定してからね <laughs> 安定してから食材を投入すべきでしたでこれねごめんなさいピンと合ってないんです ピント合ってないんですよ。これね、オズ o ポケットなんですけど、あの、AF モードをねあの、シングルのままなんでね、コンティニアスにね、あの、戻すの忘れてて、えー、ちょっとピント合ってなくてすいません。まあまあ、できたんで、えー、パンを切って、レタス乗せて、こケチャップ塗り忘れてますよね。で、挟んで、まあ付け合わせの野菜というのはこういうことです。で、まあミニトマト転がってたんで1個置いて、で、 うちの下の子が作ったマコロンを添えて、これで完成と、お昼ご飯まあ、これにまあコーヒーを添えてということなんですけど、ちょっとね、今回いろいろ、まあ、こうピント合ってないのもあるんだけど、初めてだったんでね、えー、これを踏まえて、えー、近々リベンチします。まあね、あのー、これ、キャンプ行けないんでね、こういうドタバタあやるのも楽しいもんです。以上、あきらけいが、裏庭でハンバーガーを作ってみました。